しもし、はいどうも、姉がいつもお世話に。姉は体調崩していて、はい、はい。わかりました、伝えておきますね。どちら様ですか？ Y さん、今度京都に寄るから。お手頃価格で、常温、日持ちする食べ物で、京都っぽい京都土産、おいくつか頼むって。三田九さんの甘湯葉と満月さんのあじゃり餅は必須とのこと。甘湯葉は前に送ったら痛く気に入られてましたからね。それと姉の得意技封じで、漬物、佃煮、羊羹禁止。それはひどい。近々買いに行こうと思っていた珍しいお漬物が。この辺りだったので Y さんの持ち入れにと思ったのですが、三宅さんはもうお時期遅いし、森さんの酒粕シリーズは本店じゃなく松尾大社限定では。そうでした。ちょっとボケてますね。すみません。それにしても動画予定をばらしすぎ、ネタパクられるで。私一人が短い人生で動画紹介できる数なんてわずかなもの。どんどん誰かに広めてもらえばいいんです。まあその方が京都のためにもなるけど、この動画をもしメディア、ブロガー、動画投稿者の方が見ていたら、どんどん紹介したお品の食レポしてください。私が喜びます。で、今回珍食を他の姉にわざわざ依頼してくるってことは、ベタなのは嫌なんやろね。メディア、SNS、YouTube でよく見る、こういうのに含まれていないものですね。この手の集客用煽り分は、その話を広げると四面楚歌になるのでやめましょう。それはともかく Y さん、うちらの動画でまだ使ってないやつをとも言ってた。わかりました。今から私が言うのをメールしてください。了解。Y さんとご家族が好きそうな、まずは調味料系。どうですか？桜蜜は時期過ぎてるで。で、緑樹の香りって何？日本三大七味の一つ、七味屋本舗が作る抹茶山椒塩です。抹茶塩、山椒塩はよくありますが、両方合わさったのは珍しいかと。なるほど。おまけ話ですが、七味さんと物語で検索してみてください。七味はお店によって内容がこんなに違うのかって驚きを得られます。違うの知らんかった。では食べ物、というかほぼすべて菓子ですが。おい。おいて。ストップストップ、選ぶ Y さんも大変になる。メールした。ありがとうございます。しかし10度漬け醤油せんべいて、焼いてつけてを10回やばいな。また今度食べに行きましょうね。塩分も10倍なんかな。返事来た。なるほど、京都駅と祇園と錦ですか。結局行くのはほぼ全てイカ役に含まれてたとこやね。次回以降の動画をお楽しみに。で、追加でお任せが来た。予算1000円でできるだけ数が多く、でも安っぽくないの。京都っぽくて見栄え重視と。この条件ならアメちゃん、コンペイトー、おかきあたりか。祇園のおせんべいに心当たりがありますので、私の体調が回復したらまとめて買いに行きましょう。というわけで、次回からしばらくお土産動画が続きます。京都駅、祇園、錦で買い物なので、自転車車載動画はなし。車載ファンの方すみません、場所的に自転車は不便でね。ではでは、ご視聴ありがとうございました。京都駅行くなら今日の六味さんの丼等にも自腹で買って渡そう。あれは布教したい一品ですからね。チャンネル登録と評価していただけると嬉しく励みになりますので、どうかポチッとお願いします。